ごめんだちょっと明日話させて本当に私をはい、えー、今回は超人気乱四郎神梨部屋ですサクッと始まりましたね今回の役職はポンもなく村人頑張ろうお疲れ様動画を見て Twitter フォローしましたみたいな人いて嬉しいな 五番。ああ、いい位置だな。のプレイヤーは発言して,て。五番からね。はい、よろしくお願いします。えー、っとね、進行論としては、えー、っとね、ムラスラやめてほしいかな。おお<ー>。えーっと、いいね、自分の番になって、ちょっと盤面濁って、多分こっそとを取せないと思うんで、やめてほしいかな。わかる。って思ってますかね。はい。で、えー、っと、例の二二盤面は、次切らせていただきます。 で、えー、と占い師の場面の時は、えー、占い師にはラストウルフ位置を見つけてほしいかなと思ってますかねはいなんで、えー、自分も、えー、三い師場面の場合は、占い師のは、ほとんど省いてグレーセンタ時間使おうかなって思います。ほう。はいーーね、三い師の時グレーセンタの方がいいのか、はい、?6 番さんどうぞ。占い師一人芯決めてそこの黒つるのが一番よくね発言してください。 お願いします。占い師四四郎。五番に関しては、色落ちはないです。色が見えないって感じ。の印象の時きの何も。もももこちっち、こいつ。じゃ。いい締めって感じなんですが、役職に関して、ニーチ・面とか最高が出た場合に関して、あ、声小さいとか、えっとまあ二一メ面とかグレーテンの流れになった場合に関しては出てきてください。 でえっと三塩とか二二番目とかでグレーに次が入らないときのみカレードに関しては出なくていいです。はいそれだけぐらいかはい四番が白です。はい周に関しては色落ちないって感じじゃないです。七番 のプレイヤーは発言して,言してください <laughs>。<laughs> はい、占い師でした。ランダムで9番さん白です。9番さん白です。把握をお願いします。対、え、抗、ー、の6番さんに関しては、まあ強化廊かちょっとわなわかんない感じですね。5番さんに関してはそうですね。まあ進行論だけだったんですけど、グレアセンスはしっかりしていきたいっていう発言を残してたんで、まあそんなに印象は悪くないですね。ただ色落ちはしないっていう感じですかね？ まあ、あとは6番さんの対抗先の4番さんがどういう発言をするかによっても、僕は囲いがあるのかどうかを見ていきたい。あ霊能に関しては、僕は1日目、1周目で,で出てきてほしいですね。狩人に関しては、盤面、盤面次第ですね。盤面によっては出てきてほしい。まあ、僕目線は出てきてほしいんですけど、例え、うん、ば2、2だったら別に出てこなくていいですね。まあ、それぐらいですかね。あーはい。9番 <laughs> さん、シロです。はい、以上です。うん、8番。 のプレイヤーは発言してください。はいお願いします。特に理由はありません。まあ六七に関してはまあ二周目の発言しないかなって思ってます。五、うん、番さんに関してはまあなんだろう二二番面なんドラッスル三一番面の時の場合はもうラストウルフラストウルフ位置を占い師の人は見つけてほしい。自分はあの占い星座よりもグレーの星座をしっかりとやっていくっていう風に言ってたけど。 これって何だろうね、俺ちょっとね、ちょっとだけ5番さんに共鳴を感じたんだよね。あの確かに2、2番面でドラするっていう風に言ってるから、表面って感じづらいけど、うん、ただ3、1番面で占い精査をせずにグレーばっかりに目を向けるのって、うん、新郎郎の超人の動きなのかなっていう、ちらっとちょっと思ってしまったぐらいかな。なまあちょっと思ったぐらいだから、そこまで気にはしてないけど、うん、そんな感じです。2周目頑張ります。9番さんどうぞ9番 のプレイヤーは発言してください,は,ーださいはい9番クスのキスですよろしくお願いします霊能者です霊能者把握お願いします六7番さんが占い師六番さんが四白七番さんが自分に白把握しましたはい,はい、はい あの5番さんって3仕様だったとき、グレー精査をしっかりするって言ったのかな。ちょごめん、そこら辺ちょっと聞いてなかったから、5番さんの精査がしづらい。うん、まあけど、どっちにしろ進行論しか言ってないから、そこに関して、興味が感じるか、弱みを感じるかって言った精査っていうのは、まだ早いんじゃないかなと思ってますね。うん、はい。うん、まあ8番さんに関しては、若干の5番さんのその3仕様を懸念したときのグレーを、えー、と言ったときに、新ールを懸念したときの5番さんの強靭目を感じた。そうかな。 わかんないない今のこのこ現状だったらん、うん、まあ67番さんに関しては2周目のグレー制作聞いてからでいいんじゃないって思ってますね、はいうん、暗いかな1日目に関しては色落ちがないってこといたいかなって思ってますはい以上です1番のプレイヤーは発言してくださいはい特にしようはありません8番さんが5番さんに対して若干の強じめ目があるって言ったのはまあ言うことがなかったの なかったかから言言ったたののもしれないいけどね八番さんの言い方的にはただ僕は全く感じなかったけどね。五番さんは占い師をロラする前提でラスト1どこかなって考えるって話だから別に五番さんの興味なんてないしそもそも五番さんが強人だったら三章の話は別にしないと思うからあんまり分かんなかったからその八番の五の強人目の拾い方っていうのは。であと一周、まあ、目に全部出てほしいっていう意見はよくて五番さんの位置で疑ってた人がなんかあのかだったらね。 9番さんの対抗で出てきたりとかしたら面倒くさくなっちゃうじゃん精査がも,もったいないから5番さんの立場上ね弱いから場所的にだからさっさと出てあげた方がいい派です僕もだからまあさ8番さんのその5番さんの要素の広がり方は、まあ、ちょっとだけおかしいなと思ったけど、まあ、8番さん一生懸命精査しようとしてたのかもしれない6七番さんは分かりませんはい以上でーす 2> 2番 のプレイヤーは発言してください。お願いします。占い師でした。まあ、正面の六番さんンシで白です。<っ>は六、い、番さん白出ました。マジ？はい、で七番は人狼です。この番目はオルイムセンター決定しました。こちらの配置ね。はい、でえ八、っと、番さんがえ五、っと、番に対してその強めを打った手当があったんだけど、強めでそのお打った理由っていうのは八番さんはその なんか 3CO で新郎炉を追ったときにその5番が強人でそういう風な発言をしてたって言ったけど、強、うん、人とオオカミっていうのは連携が取れるわけがないから、うん、その身内ではない限りは連携で100%取れないから、その考察で5番を強めで置いたっていうのは、ちょっと8番引っかかりますね。うんはい、で9番さん、の絡を発揮しました。で1番3はうーん なんだろう、まあまあなんとも言えんな直近の1番発言来たけどまあそうだね特に色は落ちないかなうん。あんま叩いてるイメージはなかったなでもはい。5番さんは2周目かなと思ってます以上3番のプレイヤーは発言してください はい、おはようございます。3番、イリフと申します。よろしくお願いします。村人陣営で CEO は特にありません。3CO になれたんですね。発言で気になってたのは5番さんなんですよね。えー、と5番さんは22番面だった場合は、霊能を釣り切ると言って、えー、その場合、占い師にはあのラストオルフ1を探してほしい自分も占い師のオオ見てしないでオオなグレーを探していきたいという風に言ったんですよね。22番面だった場合っていうのは、オオカミが占い師に出てる可能性も高い ないので、うん、えっと偽の占い師から出てるラインという形でラストオルフ位置を見つけるっていうのが村の目線だったと思うんですよね。うん、占い師の精査をはあまりしないでじゃなくて、私はしないでグレー精査をするといった。5番さんは狼を探す視線がおかしいなと思ったので、そこは気になっていました。まあ、3仕様になったので、まあ今日は占いから行くのかなと思いますけど、それは2週目考えたいと思ってます。4番。 のプレイヤーは発言してください、さいはーいよろしくお願いします。特にしようはないです。うん。そうね、まあ、5番も完全に2周目かなって思ってます。67の審議に関しては、まあ、ほとんど同じような発言してたと思ってるから、あんまつかないかなって思ってます。2番が進路一っていうイメージですね。はい。情報釣りでいくんだったら6か7かなっていう状況だけど、うん、2> まあ2周目聞いてみないとわかんないって感じです。6つっても情報を出ないる。ブレー的になってんのは8かなって思ってますけど。 えっと、辛労牢で5番強陣で置くんだったらえっと、新労牢… <laughs> ケアして5番が強陣で強アピするんだったらえっと、占い師 3CO だったらクロス絶対かけるんで俺、よろしくみたいなこと言った方が多分強要素になると思ってるから、うん、8番が5番の強要素の拾い方がおかしかったかなっていうふうに思いましたそれぐらいです1、3はまあ別に特に気になること延長なかったかなって思ってますそれぐらいです、以上ですえー軽いね のプレイヤーは,はー発言してくださいまあちょっとね、言葉足んなくて申し訳ないんだけど、さんまさんに言われたんだけど、22盤面の場合はあの、占い精査して、占い精査もして、ライン考交差するけど、3仕様場面って、あのラストウルフ1を見つけるゲームだと思ってるから、グレー精査をしたいっていうふうに言ったつもりだった、うんね、ごめんね。で、えっと正直、2番線の発言がちょっと引っかかってて、2>, うんえー、2番視点の要は1と精査が同じであれば、1番さんってちょっと白くなるんだよ。印象が なんか何にも触れなかったからどうなのかなと思ったんだよね。1に関してもなんか色もつける感じもなかったからどうなんだろう、2番視点の話ねで。8番さんに聞きたいのはじゃあこの3周場面においてのじゃあ俺の見方を2周目聞きたいかなって思った、うんはい、現状、6七に関しては審議つけられないが 2, 2番さんっていうのはちょっと1番さんの色はちょっと白くなるんじゃないかな、2番視点って思ったかな。はい えー、3番さんに関しては、えー、多分俺の言葉足らずで、えー、怪しく見てるのかなっていう感じだから、うん、正直2周目聞かないと分かんないかなと思ってますかね。はい。で、えっと、なんだっけ。えー、っと、2番さんが6白で、うーん、正直、うん、あの、6番地点だけグレー一つ詰まってる状況で、 他はあんまグレー詰まってない状況だから、どうなのかなって感じですかね。はい。正直、あの、6から吸ってもいいのかなって若干思ってるかな。はい。かな正直ね、あの、六白結果出たとしても、えー、っと、7人の目線がちょっと、あれかな、盤面詰まってないから、まあいいかな。情報りだったら6からいきたいかな。7の色結果の2週目、あ、違う、2日目以降の色結果を俺は聞きたいかなって思ってます。 はいかな現状ロック6番のプレイヤーは発言してください、ね。まあ5番が普通に暗いと思いますよ。えっと俺視点が1つ詰まってるからっていうけど、あなたって2番に対して違和感ある発言を覚えてるんだったら、<laughs> あなたって2番つりじゃないの <laughs>。うういうこと2番に違和感持ってて 27、えー、が、えっと、グレーに対して1つもグレー、えー、白が落ちてないから僕ずりなのか、情報ずりで。僕から仮に白結構落ちてなだって。<laughs> 27のせいだ、じゃあ僕、僕は何としてるんですか僕が1つグレーが詰まってるから、僕をつって。声が小さいのよ、6番ちゃん。おばあさんに言ってる意味が全くわからないと思ってますよ2番にすれいいて。2番に対してあんだけ殴っておきながら、最終的に俺な、言ってることよくわかんないです。俺しては7番すればいいかなと思ってる。 えっと、俺視点って2番が仮にオオカミだった場合って76の神議がついていない中で巨人視点だった場合に2が巨人視点だった場合って、えっと、7が来るようになるか2番ってえっと7が吸収を指している状況で仮に2番がオオカミだった場合って7から次が入った場合って7が巨人だった場合,た場合破綻するから勝手に2番,が2番のオオカミがね実視点って2番がオオカミだった場合76の精ンがついていない中で僕に一生結構ついてるから 2番ってどっちかっていうと、強人目があるかなって思ってるんですよ、うん、<laughs> 結構、ぽいけどね。<laughs> 2番がオカミだって76の審議がついてないからね。7が9白だから、2番オカミ視点で何一つ分76の精査ってついてないから、2番が俺に白打ってくるのって2番オカミにあんまり見えないから、先に2番オカミって破綻するから、ね、情報全員7スライダーが行って。だから2番巨人7番オカミかなって現状を持ってるから7番ってほしいんですよ。7白打ちないのだったら俺2日、俺3日目まで占えるから、<laughs> 自分自体は7が白であってもラッキーだから7ってほしいかなって ブレーキなっていうのは八番と五番。今五番の発言が気になってたなと、八番が、みんなが言っている五番の強人名を押してみるかわからないな。って七、はい、番。のプレイヤーは発、うん。発言してください。うん、そうですね。現状二番さん狼、六番さん強人で見てるかな。あ,あんまり二番さんが強人だったとして、あのご主さんを釣り殺す行為になると思うからね。どっちがご主さんか分かってない状況でね。うん、だから二番さん強人ではなくて狼だと思っていますね。うん。 で僕目線は、そうですね、まあ、八幡さんの5番さんへの、その、興味を感じるっていう発言は、確かに僕も引っかかったんですよ。だから現状、八幡さんが結構黒いかなと思ってるんですよね。で、1番さんに関しては正直、あのー、裏い師フラット以外の発言は、あんまり、以外、あんまり特に発言がなかったんで、1番さんに関してはよくわからないです。色が見えないですね。で、5、えー、番さんに関してはどうでしょうね、そんなにおかしなことは2周目言ってなかったと思うんで。 5番さんに関してはそんなに黒くないのかなと思いましたね。うん、で、僕は6番さんも強人で見てるので、あんま4番さんで、その初っ端で囲われてる印象は特になかったと思いますね。あー、これどうかなー。ちょっとラストウォルフ1位がよくわかんないし、正直ね、僕2番さんのこと、ローだと思ってるんだけど、うん、強人なのかあー、2番さん、ローだよな、多分そこで出てくるっていうことは。<laughs> 多分ロどうだと思うんだけど、情報観点なら7だけど、うん、多分6番さんが強んで5番さんに触れすぎで、ね、他のグレー性差がすごい甘かったんで、僕は現状6番さん強人で2番さん狼で見てますね。うんはい、あ,あんまり6、四で囲われてる感じはしなかったかな。だからやっぱり2番さん狼だと思うんだけどな、うん、僕9番さんに白結果しか残してないんで、僕はもう1日占いたいんで、僕落としっていうのはやめてもらいたい。うん、例えば2番さんを死んでおいて、 僕オオカミでっていう精査で僕を落とすっていうのは正直やめてほしい。うん、僕はもう一周習いたい。以上です8番のプレイヤーは発言してください。いね、はい、えーと。まず最初に5番さんを一周目に強人っぽいっていう風に言ったのは、俺、あのこれ1番さんが言ったのかな、あの5番さんが占いローラー前,あの前提っていうのが抜けてた。それを抜けてた。俺、占いローラーっていうところの前提の話が抜けてた。 で抜けてたっていうのと、あと、それで5番、あともう一つ、5番さんがその31番目になった時にグレーに目を向けさせたい超人なのかなっていうふうに思った,、ね、たグレーの精査しかしないっていうふうに言ったから、そこで5番さんの興味を感じた、うん、まあ、これに関してはちょっともうおかしな精査だったっていうんだったら申し訳ないと思って、うん、で、占いの精査に入るんだけど、今の7番の発言はちょっと俺、にせっぽく思ったかな。 えっと、5番っていうのは2周目の発言あの2、2番さんに対する精査はこれ、良かったと思ってるのに、2番さん視点、あの1番さんと視点が近いんだったら印象よく見えるはずなのに、1番さんに対して何の精査もしなかったっていうのは、5番さんのその精査ってすごい白っぽくは見えたんだけど、ただ、6番さんが言った通り、じゃあ5番さんって2番さんに違和感を持ってるんだったら、あの 情報釣りで6行くっていうふうに言っ,て言ってるけど、2番さん行けばいいじゃんって思ってるんだけどね、うん、俺,に俺もそこは、偽目に見えてるんだったら。そこ6番さん指摘してるところがいいって思ってて、7番さん視点って2オ6強陣で置くんだったら、5番さんってその2番さんのことを偽っぽく思ってるにもかかわらず、6番さんから行くっていうところで、5人狼っていう視点は持たないのかなっていうふうに思ったんだけど、5人狼で相方が釣られるわけにいかないから、2番のことを怪しく見てるのに、 2番ににかずに情報で6番に行くっていうふうに言ってるように俺は思えたんだけどね7番してて2番オカミ見えるんだったら5人オカミって結構見えると思ってるのに5番のことをそれほど怪しく思ってないのが7番ちょっと偽っぽいなっていうふうには思っている、うんはい、今のところ7番から行こうかなと思ってます9番のプレイヤーは発言してくださいまあ盤面で、えー、盤面考察するんであれば7番から行くのが、えー、と村下に行ったらまあ定着だとは思うよ もし7番さんが、えー、と白だった場合、2番さん破綻するし。うんまあ 占い師に関しては100%釣り切ろうとは思ってるんだけど、5番さんの、えー、と3番さんが5番さんに対して、なんか22番目だった場合みたいな感じのやつで、3番さんが5番さんに叩いてたけど、そこに対して5番さんって別に3番さんを叩くわけじゃなくて、5番さんって、いや、それって俺の把握、っ、えー、と言葉足らずな部分があったから、えー、と3番さんって、えーとまあそ、そういう、なんていうかな、また2周目の発言でもうちょっと精査してよ。うん それについてはごめんねっていう姿勢って、5番さんがオオカミだった場合、この3仕様だよ、3仕様で、あとオオカミってグレーの中に1匹しかいないにかかわらずあ、あの結構不当に叩かれてるえと3番さんから5番さんにヘイトを向けに関して、5番さんが3番さんに対するその語りかけの姿勢が、5番さんラストウルフに見えないんだけど、これは別にその5、2のラインがあるとかじゃなくて、5番さんの単体精査した上で、5番さんであんまオオカミっぽくねえなって思った様子なんだよね。 2週目の発言を聞いて。うん、うん。うん。まあ、2番さんが6番さんに白を指しているこの現状下で、2番さんが、えっと、えー、っと、共鳴より狼目だよねっていう性差はあんましたくはないかな。二、うん、番狂人あの6番さんが言ってたけど、2番共鳴視点で、もし6番さんが狼に見えててみたいな発言になってくると思ってるが、それが別に7番さんを釣って破綻したとしても、別に2番さん釣られるっていうだけだから、別に、うん、なんだよね。 正直2六七に関しては5番さん相手にしてんっていうのがあんま分かんないんだよね。うんうん、俺してんだけどこれは、うん。だから2番さんの発言聞くけど今日に関しては情報釣りの観点で6か7どちらかからいけばいいかなと思って、うん、1番のプレイヤーは発言してくださいまあ情報釣りの観点だったら7一択だと思いますけどね僕は6よりは7だと思っているしまあ7番さんあんまりしんぽくないなって思っちゃってるかな6番さんが一番しんぽいかな。 2番さんがしんぽくない理由は6番さんに白が刺さっていて7のオオカミが確定してるのに8と1の精査をがっつりしすぎかなと思ったね6と7でどっちがオオカミか分かってて7番オオカミだったらその相方として8と1はとりあえずどうかなっていう精査を落としてもいいかなと思ってしまいましたあんまり7のオオカミを見えてる人物には見えなかったかな で、えっと、6番さんの言う2番さん教授もあるっていうのは結構分かっていて的を得ていたと思っていて2番さん教授の場合は6白で7殺し,殺しちゃって7が狼だとしても6の白の4を2番さんが新名があ,あるからね7黒だったら。でその4を殺しに行けばいいと思うから別に。 6番視点で2が狂人もあるっていうのはわかるかな。で、7番視点ってさ、5番3白く見えていて、えー、っと、じゃあ、ラストオルフは8、1、3、4どこかなってなった時に、6番狂人で見えてるんだったら4が一番ふさわしくない ?6、7の審議がついていて6番3に白を打ち、真占いの7を殺しに来た。7を初日に連れれば、逃げ切り4できるかなっていう、そういう視点があってもよくない と思ったんだけど7番,し7番視点ではねだから7番視点4が4に全く触れないのはどうかなと思ったし3番と4番にラスルがいそうだなって僕はまあ思ってますね3番さんはその位置で5番さんの進行論だけを叩いてグレース査もなければ占い精査も2周目ですって言ってた、ほとんど要素落ちてないでしょうでそれについて4番さんは、えっと、8番さんのちょっと強靭5強靭塗り様はどうかって話だけをして 3,1は同列で、占いも微妙かなよくわかんないな。2番だけは新郎だよねっていうのは、まあ、時間足りなかったのかもしんないけど、少し薄いかなと思ったから、3,4番さんにラスルがいそうだと思っちゃってる。4が偽の時は、4が多ーの時は6が偽なんだけど、うーん、そん時は、いや、ま、うーん、まあ、でもな、つりでいいんじゃないですかね。はい、以上。<laughs> 2>, 2番のプレイヤーは発言、してくれまし ちょっと一番黒くなりましたね。一番さん、その三四に対して叩きが、発言がちょっとあんまり薄かったから三4にローロいるかなって言ったけど、最終一らへんだから、それ発言も伸びないし、コイン追加もなしだから、それは結構、ね、発言って考えながら言わないといけないし、一周目だから発言ってコイン追加できないからさ、結構そこらへんに対して一番が求める理由、ちょっとおかしいかなと思うよ。でね、今日7番つってください。黒出ますから。はあ、絶対出ますから。俺が人外で、ね、 俺が陣外で6か7どっちか占い師出てる状態で白打ってどっちで7番黒打ってじゃあ例えば7番白出たら俺破タじゃないですか弱くないですか二分一で打つって弱くないですか安直に普通に占い師6 7じゃないほに,に67じゃない人にさ普通に白とかね打った方が良くない分かります言ってること。俺が陣外だったら弱いってこと分かんないから二分一で攻めますかわざわざ。そこら辺の精査をしてほしいです。で7番さんのね黒要素って言う必要はないけど 2番ってこの位置だから狼かなって、もうその考察ってもうナンセンスであって、もう考察っていう考察じゃないんだよね。はい。で、5番さんは、あの、上ずりは7番なんだけど、6番。まあ、俺も叩いて6番も行くって言ってたけど。いやー7番、うん。7番、うん、釣りたで7番だよね。普通に上ずりだったら。なんで上ずりで6番ってかもちょっと気になるんだよね。今気づきだったら1と5かな。 で5番が言っていた、1番が同じ意見だったから白くならないのって発言してたけど、同じ意見だったら白くなるっていう理論は違うと思いますよ、これは。全然1番が狼でそういうふうに言ってるってあるし、発言が似てたから白くな,るならないのって言って、5番に俺にしてきてちょっとおかしいよ。8番は印象に,に見えるんだ力ならないのって言ってたけど、5番は俺に対して白くならないのって言ってた、8番はそこの発言はちょっと聞いてたなと思いました。 のプレイヤーは発言してください はい3番です、2周目ですね。私は2番釣って、7番釣って、最後に6番を釣ります。でしかも2番を釣って、黒が出たとしても、占い師は完成します。新郎朗で出ている可能性を発言の中で1つ拾ったところがあるので、私は完遂します。2番さん、新占い師でも安心してください。あなたが見つけている狼の7番を明日必ず釣ります。あなた目線6番は強人ですから、最後に釣って問題ありませんよね、2番さん。でえっと、5番さん、村です。でえっと、6番さんが新占い師で5番さん 占いたいんだったら、占っても構いませんが、白しか出ません。えー、ごえー、五番さんの白要素っていうのは、三番に対して。えっ、ー、と、自分の言葉が足ら、足らなくて、えっ、ー、と、私の言った発言が。えっ、ー、と、勘違いされたまんまで、黒要素を三番さんが拾ったから、ああいうふうに勘違いされたのかなって、いう私に対して言い返してるんですよね。これはムラ要素ですね。五番さんはラです。で、六番さんが新占い師であれば、五番さん怪しくて占いたい気持ちはわかりますが。えー、納得す,するんであれば、自分で占ってください。白しか出ないです。 <coughs> とねなんで白しか出ないって言うのと、ね、わかるかなぜかっていうと 2>, 2番さんがオで7番が相方で <laughs> 新占い師の6番さんに白を打ってる可能性があるんですよ。その場合7番相方つって黒出れば自分の新目が上がるし。うん それで黒ストップすれば、新、え、京、ー、で出てるから、そのまま残そうって言って、狂人がグレーに残ってる可能性がある。私はその要素を一つ拾ったところがあるので、2番を釣って黒が出ても完遂するというふうに言っています。で、2番さんが新占い師でも、明日は人狼の7番さん釣りますので、安心してください。それぐらいかな。まあ、1番さんに対しては言いたいことがあるけども、まあ、それは明日以降に言えばいいと思っているから、うん、それでいいです。はい、私は2番からいきます。 で、7番を釣るっていうのは、まあ、色を見たあなんていう情報釣りで7番からいくっていう村目線のことはわかるけど、私は2番からいきます、以上です。<laughs> 4番のプレイヤーは発言してください。んさいなんか、<laughs> 思ったのは釣り切るんだったら別に7番からでも行くね。えっ、ー、と、27の新ロールを追うんだったら、7番釣りからでも別に変わんなくねってめっちゃ思っちゃったんだけど、3番の今の発言に。 たただだ明確にははなないいんだなっていうのは、まあ、とりりあえず分かりましグレーの中で気になってるのは1なんだけど、えっと、6 7の発言聞いて6がしっぽく見えるんだったら4白じゃないっていうふうに思ってしまったし、えっと、6強で4オオカミで囲われてた場合って2番って出るのってあまり静着手じゃないと思っているからだからなんか1番の発言がなんか前半は6番がしんだと思うっていうふうな発言から4黒になっているのがなんかめちゃくちゃ違和感がある発言だったなっていうふうに2周目思ってます。 まあ2周目の8番は結構白いかないた、白かなっ,とえっと5番に関しては、たぶん6番って、いわ番はしんでるんだったら五番しはるい番、ね、って言ってたけど、五って多分、最終、えっと、占い師は基本釣り切って最終グレー精査っていうような思考を持ってるんだったら、占い結果が1本落ちてる6番を優先的に詰めたいっていうのは、たぶん5番の多分初週の発言というか、初週の進行論と矛盾はしてないのかなって現状思ってます。それぐらいです。 えっとねーまあ、6まあ、<laughs> 2から釣るのはちょっとナンセンスかなって俺思ったんだけどな普通に6か7じゃないえっと情報釣りで行くんだったら7番って釣って7黒だった場合って26の精査つかないけど6番釣ったら黒だ6番釣って黒だった場合って、えっと、2の2と7番の芯まで確定するわけだから。 情報ずりでいくんだったら7っていううのも若干違う気はしますただ6と7だったら6の方が真かなーっていうふうに思ってるので7番に行こうかなと思ってるってそ,、ね、そういう次第です。だか<が>、はい、らそれはもちろんやけど6が白の時投票を始めてください。わからんまあ7でいいかなー。違う。私じゃありません。何かの間違いです。 7番のプレイヤーが選ばれました。7番のプレイヤーは発言してください。さいえっとね、僕、霊能でしか白が刺さってないんですよ。<laughs> まあね、だから、どこが相方なのかってね、多分2番さん、ローだと思うんだけど、まあ、今日でもそれやることあるか。あるにしても、僕が新占いなんで、もう白結果しか落ちないんですよ。 でどこれどうするんですかもう絶対釣り切ってくださいね。2番さんと6番さん。で、ラストウルフ1なんですけど、ああ、難しいな。3番さんと2番さんがライン切ってるけど、別に2、3っていうのも別にあるとは思うんですよ。<laughs> 猫ちゃんが6番さん、強人だと思ってるから、読んであんまり囲えてないなっていう精査をしてるんですけどね。うん、多分囲えてないと思うけどな。 あーちょっとわかんないわかんないけど釣り切ってくださいお願いします、はい、僕で黒ロか絶対に落ちないです以上です夜が来ました目を閉じてくださいあーでもなんかな5番と8番があんまり狼に見えないんだよなー昨夜死んだのは カ番スケカリカり目でかん,んだかまあわかる4番のプレイヤーは発言してください22世7<黒>おやったあ7黒7なんだったら6しじゃん1詰めでいいんじゃないですかそれで占い師の真議つくんではい8ですえそうだよね7黒落ちてるんだったら2がしんだったら1つりだつったら終わりだから、うん 1>, 1つって終わんなければ6のシーンが確定で6が5白結果を打ってるのでそれで終わらなければ8番が動かないはい釣り直数は4白5白でも俺7 1だと思ってんだけど普通に <laughs> ちょっ待って1番って昨日あでも1番昨日7番入れてんの、はあ クロなんだまあ9番が進行を決めればいいと思ってますけど、まあ普通の位置づりでいいと思ってます。です5番のプレイヤーは発言しいやまあ確かに昨日の試行,試行会議で1番さんが要は6進で,6進で見えているのに3、4に平等を向けたところは気になったけど、いや俺単体2番さんが一番偽かなと思っていて、どう考えても視点が,視点が近い人、白く見えるでしょ。 狼でもそれ言うって言って、うん、いや、一周目の色付けするんだったらどう考えても白くなるでしょう <laughs> って思ったんだけどな 2>,、うん、2番の発言が一番単体で気になっていてまあ、6視点で俺のことを疑うのはまあ飲めるよねまあ情報釣り関係だったら7だかんね、絶対にえ、飲めるよねこれ飲めるよね 6, ?6 噛まれてもいいしねいや俺今日ね2行きたいかな別に1行ってもいいんだけど2で,いい、ね、<laughs> 2でもよくね ?2 でもよくね めちゃくちゃ圧倒的のみだよ、これ。ま全然飲める。どっちでもいいかな、正直。一、二。おめんちゃんね、あの。二、二強陣で一、五幕ありえるかなって思ってるかな。はい。じゃあ、一行こっか。一。うん。八番さんに関しては単体で昨日二周目しろかったなと思っていて。三番さんに関しては。まあ、八、二周目しろかった。よねちょっとね。ぐらい。あ、もうそれぐらいなんだよな。いいかな。 気になっていたところから黒でたからまあいいか、一度でいいやじゃあ、はい、一釣ります。はい、飲みます。番 <laughs> 飲みますプレイヤーは発言してください。五番、はいはいまあ、さんに言うと、あの、勝ち確定盤面なんで話すことないです。一つって終わナなければ二番が勝ちに破綻するから、明日二番釣ってもらって、わンなければ8番つれば終わりです。はい。初日僕4白で、2日目に関して5番の出てるから、一番とってらって、終わナケルのイバの破綻が見えるから、 で、明日二番釣って。終わんなければ、八番釣れば終わり。だから、ただ、それだけ考察いらないです。やったな、まあ、おい。二番は四に黒打ったんかい。で、明日二番、え、一打って終わんないから,ら。四黒打ってはよかったのに。えっと、二番が勝に破綻するから、八番釣ったら終わり。<laughs> はい、作業ゲーです。初日四白なんで、僕。で、二日目に関して五番白。はい。一二八の順で釣っていけば勝ちです。はい、まあ、言うことないんで。 あごめんなさい。僕、あんま締め取れてる気しなかったんですけど、ごめんなさい。はい。まあ、勝ち確定なんで、あんまり一こ1つってください。うん、<laughs> 8番のプレイヤーは発言してください。まあ、そうだね。1つって、2つって、8つってで、もう村勝ち確だから。まあ、正直、17かなって俺も思ってるんだけどね。諦めてない。うん。まあ、まあ、それでいいんじゃないまあ、三番さんがなんか、 昨日2番そのローラーするって言ってるのに情報釣り7番釣りっていうところから2番釣りに持っていこうとしたのはなんか強固に3人ローローでライン切りしてるのかなっていうのも若干思ったけど3番構えてるし、まあ、それでいいんじゃないですかねまあそんなに考察いらないでしょう、うん、はい1釣りで9番のプレイヤーは発言してくださいこれもう確定 <laughs> 勝ち確盤面じゃないですか なんで三番さん噛んだんだろう。まあ、いいか、仮目でしょ考察する必要せないかな。七、うん、黒見えてるから、一つ手、二つ手、八つって終わりです、はい。今日は申し訳ない。一番さんが村であっても、釣らせてください。うん、ごめんね、ごめんなさい、よろしくお願いします。一番のプレイヤーは発言してください。 いや、助かりました。これはね、まあ、ちょっと狼と狂人の連携がつ取れてなかったね。えっ、ー、と、8視点僕、ローでしかないでしょ。8番さん。これで終わりじゃないですかね、じゃなくて。1釣ったら8視点終わりなんじゃないのえっ、ー、と、2番さんが狂人だったね。やっぱり、昨日も2周目行ったけど、え一狼じゃないよ。普通に8でしょ。8。あの、僕釣っていいですよ。えっ、ー、と、2番さんは6と7のね。 あの、7の狼見えてる発言じゃなかったから、おかしいなと思ったけど、7番さん視点での、そのグレイチの精さがおかしかったなと思いましたので、7いらっしゃる。6番さんは単体ですごく真に見えたけど、4番さんが単体であんまり白くなかったから、採用にラスルが良かなと思った。8番さん昨日2周目結構白かったけどね。まあ、狼なんですね。まあじゃあ僕釣りでいいですよ。まあ、2番さんももうあれだけど。2番さん諦めてるから8行ってくんね時短なら8っすよ。はい。じゃあまあ、まあ2でもいいけどね。2いく まあまあどっちでもいいで僕、視点8だから。進路論ないっしょ。ほぼないよね。まあワンチャンあるから、じゃあ2から行こうか。2から行きますか。はい。2行きましょう、じゃあね。2番さんは1の色を見えてないですよね。はい、行きます。2行きます。2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいや、ごめんなさい、マジで。やっぱ弱いわ、人外でし。占い師に打つの。2分1やっぱ外すな。いや、なんとなく適当に打ったんだけど、えー。ごめんなさい、マジで。狼さん、マジで。ご <laughs> めん、マジで。 <laughs> ごめん。投票を始めてください。日さ本当に私を選ぶのですか。考え直した方がよろしいのでは。<laughs> 明日話させて <laughs>。明日話させて <laughs>。<laughs> 2>, 2番のプレイヤーが選ばれました。2番。 のプレイヤーは発言してください。ナナ出ること願って一黒打ったけどまあ意味ねえもんな白出たとして破綻だしね。ああだめだ。弱いよその動き。弱い。ごめんなさいまし <laughs> で勉強します。<laughs> 夜が来ました。目を閉じてください。いやいやいい楽だったな。これはね、三神もね連携取れてなさすぎたね。九連神で三のグレー取っておけばよかった。そしたら。 えいやそんなことねいわ9連紙7黒見ちゃった場合ってえー、と4五白ので2が1黒でしょ1詰めて終わらない2破たん6番さんが3と8を占うんだけどカ人ウドがグレーに残ってる状態僕はスムラなんでカ人ドがグレーに残ってる状態で6を護衛できるから3白出たら8黒だしああ詰んでるね詰んでるわ やっぱ1カングレカングレクロウチがよきつすぎたね朝が来ました昨夜死んだのは6番8番のプレイヤーは発言してくださいいやあのね2番さん全然悪くないよいやこれは勝ちに負けたわいや 俺ね、3番が狩人だと思って、で、3番狩人でか、だと思ったから、3番噛んで、振動炉を忘わせようかなっていうふうなとこも思ってたんだよね。3番噛んで、26が両方とも白白出したら、俺正直逃げ切れる位置かなっていうふうに思ってて、それで噛んだっていうのもあったんだけど、これに関してはちょっと連携が取れなかったね。申し訳なかったわ、本当に。 いやー、なんかなるほどでも俺も正直2周目の2番ん発言聞いて、強人かなって正直思ったんだよね。ーうーん、3は仮しまあ正直、3神っていうのは自分の中でもあの勝ちパターンを、ストーリーを描いてて噛んだっていうのもあったけど、これに関しては強人と連携が取れなかったっていうのもあった。うん、あと、勝ちに敗れたっていうのはあった。うん、いや全然2番 申し訳ないと、あの、いや、全然謝らなくてい,いよ。いや、こういうことよ、と人狼ってさ、バカみたいに叩くやついるけどさああの、強靭で占い師いいやつじゃん。はい、お疲れ様でした。悔しい。9番のプレイヤーは発言してください。さいあどんな場面でも勝ちに行く姿勢っていうのはめちゃくちゃ好きですけどね、自分。<laughs> うん、俺もそう、俺がもし8番さんの席だったら3番勘で新郎郎はしてみたいな。 うん多分ことできないかな、うん。すごくなんかいいなって思いましたね。自分にはない考え方でした。ありがとうございました。1番のプレイヤーは発言してください。いやー、ここ最近はね、あの、やれ、お前は先般だね。やれ、お前は嵐かみたいなね。いう、そういうなんか反省会とかでなんかちょっと荒れるみたいなのがね、まあ、多々ありましたが、8番さんのような素晴らしいその姿勢、素晴らしいと、思いました今。 感動しましたね。まあわかる。三番さんめっちゃ狩りみたいで狩りに見えたよね。うん、めっちゃ分かったな。そうだね。そでも初手だな。二番が、かんぐれ黒はやっぱでも痛いよね。そうなると、四黒だったらあれだったけどね。四釣ってね。四釣ってからまだグレー広い状態で六冠で8一ラスルどっちかなみたいになってたからあれだけど。かんぐれ、紙かんぐれ黒打ちが、ちょっと今回は連携が取れ,取れてなかったよねって思ったけど、八番さんのその、 まさにさごめんねっていうその姿勢がもうね僕は感動しましたので今日は感謝の初投票しましょう皆さん感謝の初投票以上4番のプレイヤーは発言してください,ださいはーい確かに3はかりだろうなって思ってましたはいあんな強気な発言スムラでやってたらすごいなって思っちゃいます、うん、ただどうなんだろうねうん1番さんが言った通り 2番が4黒打ったらありえるかもしれないけど2番4黒だった場合って6強7四狼でしょ6の強陣透けてるのに7番出てきたのって4があるからちょっと弱いかなって思うと2の占い値って多分1だったと思うからなんか分かんないけど6と2が白白結果が出てもその場合って6が5白で2番が1白で。 8番、カングレイジで詰められそうだなっていう気は若干したけど、<laughs> はい。確かにまあ、7一だと思ってました。1番さん、ごめんね。5番のプレイヤーは、発言してください。3番さん、狩りですね。3番さん、狩りなんで、みんなの説合ってるじゃないですかね。はい、えー、8番さんとやれて、僕は光栄ですね。はい、うん、姿勢は良かったと思います。あと、めっちゃぬりましたね。はい <laughs> めっちゃ沼りました <laughs> はい。一番さんい,いつも見てます <laughs> 感謝の8投票ま感謝の投票いきましょう投票を始めてください感謝の8投票三カミはいいと思うよ三カミはいいと思うよ<ん>どうせ三なんてグレーから仮称するだけだからね8番 のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。ありがとうございました。村人の勝ちです。いやー、村師三種最近多いね。で今回はしっかりね、盤面詰めで勝てて良かったですね。三番さんカリウド。三 <laughs> 番さんめちゃくちゃカリウドだったからな。うん。仮目がありすぎたからまあかまれたな納得だね。 あんまり締め取れてるいや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 ,いや6番さんはめちゃくちゃ締めだったなあんまり4月ちょっと僕はあの村っぽく見えなかったから1周目はねって言ったけど8だったんだね、まあ、8番さんの初日の5番さんの強売りがあまりにも雑だったから、まあ、初週では8番おかしいなとは思ったけど2周目はいや5番さん殴ってるけどそれおかしいでしょっていうのねよかったね まあ3番さんの5村沖。あの言い方はあれだったけど、5番さんちょっと僕も村に見えたから。ここは3、4、2周目はいるかなと思ったけど、8だったんですね。まあ、2が1黒打ってくれたから分かった。7黒で2が1違うから6が死んで4、5白だから8黒っていうのはどり着けたからね。8番視点では1が黒でしかなかったからもっと押してもよかったけど、まあもう8視点はね、今から占いローラー入ることはないと思っただろうし、ね。2番さんが1黒だから。そっから、一、最初だったら占いロラ占いローラーもあったけどね。だったから、 8000た積んだね。ま攻めの強靭だったね。はいというわけで今回は7八郎郎2強靭でしたね。はい楽しかったです。よかったらチャンネル登録よろしぜひ。お願いします。ありがとうございました。ジジイ